ているわけです。私自身も相談に携わっておりますけれども、この新井秘書官の発言が今年行われる予定である G7 のうち、同性カップルに対する法的保障が存在しないのは日本のみです。そのような中で、首相秘書官という政府高官による本件差別発言があったことで、日本が性的マイノリティの人権を顧みない国であることが諸外国に知れ渡ることになりました。このような状況を放置したままでは、日本が議長国として G7 サミットをリードするにふさわしいとは言えません。現在数十年前と比較してですね、やはり女性が置かれている女性の当然人権は少数派であってもですね、嫌だ嫌じゃないということには関わりなく守られるべきものですけれども、最新、2019年の調査では嫌だという人は3割を切っていて、嫌ではないという人は7割以上なわけでありますから、今回の新井秘書官も普通の人の感覚でスピーチを書いているという記事どこかにありましたけれども、かなり認識が一般社会とも乖離をしているのではないかと。性的マイノリティの人権を守る法律がない、そういう状況でむしろ政府が率先して差別を蔓延させている状況、これを変えるためにはやはり法整備が必要だということで、この署名を立ち上げています。